さっきから気になってるんですよね、この方がね。あ、この方が。この方ね。ちょっと若干露出多めの感じです。大丈夫なんですかね。まあまあまあ、どっちでもいいか。ゲーム散歩 FF7 リメイク、ゲストは八幡聡先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。前回は、FF7 リメイクのトレーラーの映像を見て、はい、かなり長尺の、そうですね、あのトレーラー自身、はい、自体はあの5分間、ね、はい、5分ちょっとでしたね、はい、5分が3時間に延長されるという奇跡的なの時間のなんていうんですかね、伸縮の体験がありました。あれだけ、ね、やっぱ語っていただけるとトレーラー作った側もね嬉しい、あのもう本当ね、あの、はい、言いたいことを言いすぎてしまったというのが若干反省点としてありまして、はいはいはい、本当にあの世界観を大事にされてるファンの皆さんからもうちょっと勉強してから来いというようなお声が結構いただいていて、まあおっしゃる通りだなというふうには思いましたね。まあでも今回は、うん、あの私が勉強してますんでお任せいただければと思うんですが、はいはい、今回はです、前回は、はい、トレーラーだったんですけども、あれから、ゲームが発売されまして、はい、私は3日でクリアしました。はい、3日でクリアできるものなんですか。3日で、はい、40時間かけてクリアしてきました。はい、なるほどなるほど、はい、売れてなくてよかったなと思いましたけども。ということで、あのゲームクリアするとですね、このゲーム、はい、あの本当にね、ゲーム散歩用なんじゃないかって思うんですけど、あのチャプターをセレクトできるようになりまして、各地に飛べるようになったんです。ジャンプできるようになって、はい、好きなとこに再度入れるという、そうです、ね、チャプターの開始時から入れるようになるっていうシステムになってまして、なるほど、はい、まあ、いろいろ展開を経てこう街の作りが変わっていくので、その都度こうチェックしていただきたいなと、はい、なるほどですね、思うんですが、はい、はい、それでは早速見ていただきたいんですけど、はい、まず最初に訪れるスラム街ですね。スラム街、はい、これ7番街スラムと言いまして、はい、まあ、この上に、はい、このプレートのようなものが、うん、ね、そうなんですよね、はい、これ、ね、あの、はいはい、前回のトレーラーを見た時に、はい、あの上層と下層があるということはあの教わったんですよ。はい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 。で、下層にスラムがあるということもこううっすら教わっていたんですが、はいはい、ちょっとこれ衝撃的な絵ですね。というとどういったところが、上層部っていうのは、まあ、要はトレーラーで見えてた街っていうのはこのプレートの上にあるってことなんですよね。そうですね、このプレートの上ですね。そうですよね、はいはい、だこのだから上の街の地盤がスカスカっていう驚愕の事実を今目の当たりにしてるわけですよ。そうかそうか、うん、確かに、うん、だからこれどうやって解釈したらいいんでしょうかね。上のプレートはもうほぼ橋ですよね。そうですね、橋がかかっていて、かかってその橋の、うん、はい、かかってるんですけど、先はそうですね、向こうには何もつながってないですね。キャンチレバーってことですか。ただ下でこう支えてる感じですね、なんか骨組みのようなので。あ、本当だ、すごい細い鉄骨で、はい、鉄骨で支えてるような、支えている、はい、感じですね、うん、なるほど、これはあ、しかもあれだ、マコーロで、はい、これがマコーロですね、これが。あれでも支え、プレートを支えてるわけですね。そうですね、うん、いや、これはだから、なんていうんですかね、やっぱここを、いやいや、こんなの成り立たないよ的なこと言ったら、また FF ファンの方々に怒られる格好になってくると思いますよ。しょうがない。お見えすぎですよ。大丈夫ですよ、別に。前回も悪いのは私だし。いや、そんなことないです。誰も悪くないです、別に。誰も悪くない、誰も悪くない、誰も悪くない。そうそうそう。あの、作り込みしすぎてる、この開発人の方がむしろ悪いんじゃないか。ツッコミがいがありすぎる。ツッコミがいがありすぎますね。あの、まあまあ、じゃあちょっとそこら辺はちょっとまあ気になるけども、まあ、さておきっていう話にしておきましょうかね。はいはいはい、はい、プレートの話はね、はい、うん、で、まあ、このようなプレートの下にある町にみんながこう住んでる、これをスラムと。スラム、はい、いや、すごいですね、このスラムね。あ、すごいですか。すごいですね、やっぱトタンが中心になってるわけですね。波板
の、そうですね、この波板の板が、はい、が中心になってて、はい、木材でこうそれをこう支えているというのが、ああ、ここからのテクスチャーいいですね。おあすごいいいですね。この仮説、仮説感がすごくあるし、はい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 、あ、下にあるのはこう片鋼ですね。あ、これですね。鉄骨の部材があって、やっぱりこういろんな資材をこう DIY 的にあるものを使ってこう自分たちの住処というか、まあ 雨露をしのぐものを作っているっていうことなんですね。これでも考えてみたらプレートの下なんですもんね。そうです、プレートの下です。だから 雨露をしのぐって言ったけど雨降らないのかな。あ、まあ、隙間から入ってくる可能性はまあ。ああ、そっかそっか、風に煽られてる。風に煽られてる。今チラチラ見えてたの、あ、これあれか、電。そうです、ここが。トランスがもう行かれちゃってて、そっからなんか火花が。はい。うわ、すごいな、全く管理されてないんですね。そうですね。まあ、スラムっていうのはこういうことなのかな。あ、ちょっと待ってください。上の向こう、はいはいはい、あ、そうそうそう、そこら辺の。はい。プレートを今建設途中ってことなんでしょうかね。奥ですかね。奥の奥の、うん、空の見えてるあたり。はいはいはい。あれ建設中なのかな。建設中ってことですかね。まあまあ、うん、まあ、まあ、土地を広げようと思ったら広げられるっていうことですよね。これね、上に作ってるんで。まあまあ足がないんですけど、ね。足を なくして作ってるので、うん、無限に広がりますよね、これ。無限に広げられますね。まあ、ちょっと重力のありようが違うのかもしれないですね。これが主人公のクラウドが。はい、初めて入るこれがアパートですね、はい、アパートなんか随分生活感があるとこにこの勇者みたい勇者ではないのか、そうですね、クラウド自身の家ではないんですけど、うんうん、ここ仮住まいで入るんですね。仮住まいでここに入りなって言われて入る。あ、これすごいあの生活感があって、あ、いいですね。室外機がまた汚れた室外機とか、いいですね。こうなんかマークが書いてあるからどっかメーカーが特定できそうな感じがありますね。あ、そうですね、うん、これあの今ツイッターとかでもちょっと話題になってて、はい、この辺の作り込みすごいぞみたいな、室外機について語ってる人もいらっしゃって、なるほどなるほど、日立なんじゃないかみたいな話もあったりとかしてなるほどなるほど。これ車ですかね。あ、フォルクスワーゲンぽいですね、うん、車ですね、多分車ですね、はい、でもいや違うか、車の型をと実物で撮ってそこになんか流し込んだんですかね。あの窓のとこも全部鉄の表現になってますもんね。あ、本当だ、窓も鉄だ、本当だ、うん、だからこれはもう鉄の塊ですねめちゃめちゃ重い。これ運転席のところはちゃんと窓っぽいんですけど、窓っぽい造形なんだけども、はい、また違いますよね。素材は全て、うん、鉄ですね。鉄の、うん、ものすごい重いいいものって感じですかねオブジェですねオブジェですね。すいません、あのちょっと寄り道しすぎて、いやいや、でもこれ本当散歩感がすごいありますね。いや、そうなんですよ、散歩ができるんですね。はい、うん、これ本当にちょっと歩いてるだけでもいろんな、いや、これは楽しいな。あの通常あのスラムって、まあ、海外に行った時とかにもすごくなんかこう訪れたくなるんですけど、そのなんていうんですかね、文化的なものとかがよくあの現れてくるので行ってみたいんですけども、やっぱりどうしても立ち入れないんですよね、はい、怖くて。うん、あのだけどもこういうゲームの世界の中でこうスラムをこうつぶさに観察できるっていうのは、これはもうものすごく楽しいというかワクワクしますね。しかも遠慮な、いや、あの遠慮なくっていうか、まあ、遠慮なさすぎますよね、この距離感はそうです、ね、もうちょっと遠慮した方が、もうちょっとガンガン言ってますからね、ガンガン言ってますね主席にも関係なくそうですね、ぐいぐい。彼らはあれですよね、やっぱこう我々のことを無視してくれてるわけですもんね。そうですね、だから非常にこう散歩のしがいがあるというか、はい、いい感じです。あ、なんか語りかけてますね、はい、まあ、なんかぶつかったりとかしてもそんなに、まあ、リアクションは取りますけど、あ、なるほどなるほど、はい、まあ、こういうなんかリアクションを取ってくれますけど、ぶつかったよみたいな、すごい激突の仕方しますねおーみたいなのになりますけど、うんうん、でそれでお金盗まれたっておかしないです。あ、いい人たちなんですね、はい、前回ザ・クルー2の収録で見たときにですね、はい、あの普通の、はい、例えばパイプなんかでもちょっとこう、はいはい、派手にしてるというか、あ、こう、いや、こんなに無駄にいらないでしょみたいな、あ、あの、はい、そうですね、冒頭のところであの
なんかこう、井桁に組んだようなパイプが現れたりしてましたよね。はいはい、過剰な。過剰な、うんうん、はい。あの感じで見てたら、僕が見る感じだと、はい、FF7 は割とリアルな方なのかなって思っているんですが。あー、なるほど、なるほど。例えばこれ、下からこう繋いでるじゃないですか。この、下から繋いでる管を、はいはい、それをすぐ真横の、うん、すぐ下にまた落としてるじゃん。2つ管がつながってて、そうですね、で、で、そのすぐ横の施設につながってるんですけど、うん、はい、これ上にこう上げる理由ってのあるんですか、うん、ですね、ここの場面に理由があるかどうかは全くわからないんですけども、はい、あの確かによくあの石油化学コンビナートとか、まあ、あの工場の中でこうふにゅってこう曲がってる、今これ見たく曲がってるところがあるんですよね。はいはい。で、あのそれって何だろうかって工場の方に聞いたことが、プラント設計の方に聞いたことがあるんですけど、あのループっていうふうにその時おっしゃってたと思うんですけども、これはループと言ってっていうふうな話なんですけども、はい、あの以前そのザ・クルーの時に、はい、あのお話ししたあのジョイントってありますよね。ジョイント、はい、あの伸縮装置、あの温度によって変わるから、はい、そこに隙間を空けとくってやつ、ね、はい、はい、そうです、そうです。で、あれは本当に物体、あの物体の原理としてその伸び縮みをするという、うん、その力をどう逃がすかっていうのが非常に命題だというふうにこう、はいはい、言ったわけですけども、はい、あの橋の場合はだからそういう隙間を作って力を逃がすっていうのができるんですけども、はい、あのパイプの場合は例えば液体にしても気体にしても中に流れてるものってあるわけですよ、はい、で隙間があると漏れますよね。そうですね、それあの最悪ですよね。最悪ですね、意味がないですね、うん、そうです。で、あのだけど物は伸縮するわけですよ。だからどっかに遊びを作んなくちゃいけないわけですよ。あー、なるほど。でそれでその物自体がパイプ自体が変形するっていうことで、あの中のパイプのその気密性というか、あのスムーズさ、うん、連続性を保って、その全体がこう、まあ、曲がるというかですね、うん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 、伸縮するというふうな状況を作っているのがループだと、はあ、いうことなんですよ。ですが、はあ、ここの場合はその、根元のとこでこう合流してますよね。ここ、そうですね。あの2つの下から生えてるものが途中で合流してますよね。はい、一点で合流してますね、うん、はい、とか、フランジ継ぎ手というんですけども、あの、はい、パイプとパイプを接合してる部分がありますよね、はいはい、あれがものすごくこう密に入っているっていうのもあるし、まあだから僕はあのプラントの設計は全然わかんないので、はい、あのなんかよくわかんないですけど、これは本当に成立するのかどうかは知らないです。ちょっとあの接合部分がちょっと怪しいってことですか。怪しいかなっていうか、何のためのものなのかがよくわからないですよね。あ、これが一体何を出してるものでそうそうそう、ですね、うん、だから例えばあんだけループを短い区間でというか作ってるってことは、やっぱり熱の変化があるっていうことだと思うんですよ。はいはい、だから熱の変化があるはずのものなんだけども、こう下がこう何ですかね、これバーですかね、ロックジャズって書いてあるんで、あ、ジャズバーみたいなことなんですかね。ジャズバーだからすっごい熱を持ったジャズバーなのかもしれないですね。もしかしたらそうですね、うん、かもしれない、まあ、わかんないです、わかんないです。だから、まあ、こう狭いと人がねこう密集した時にものすごい熱になりますからね、こんだけ狭いと。あ、まあ、だけど人の熱でパイプを曲がるってことはないと思いますけどね。ものすごい熱いその液体というかそういうものじゃないと。何なんだろうな、じゃあこれは何なんでしょうね、はい、うん、7番街スラムにある、まあ、主人公たち、はい、の、まあ、テロリストグループとされてるんですけど、アバランチっていう、はいはい、まあ前回の、トレーラーの回でもありました、はい、シンラカンパニーというところが、はい、マコエネルギーっていう、まあ、星の力を吸い上げてて、うん、どんどん星の寿命がどんどん縮まってってしまってると、はい、でこのままだと星が、滅びてしまうから、それなんとか阻止しようということで立ち上がった、はい、まあ、反シンラカンパニーグループなんですけど、うん、はい、その彼らが拠点にしてる場所はこのセブンスヘブンっていう、セブンスヘブン、はい、はい、これ7番街っていうこのスラム街なんですけど、うん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 、7番街を拠点にしてるこのセブンスヘブンっていう場所なんですけど、なるほどなるほど、はい、ここが、あ、飲食店っぽいですね。そうですね、飲食店です。まあ、居酒屋さんなの、居酒屋さん、バーというか、うん、そういう感じですね、さっきから気になってるんですよね、この方がね。あ、この方がこの方ね、ちょっと若干露出多めの感じです。そうです、これリメイク版でかなり強調されてますね、胸のあたりとか特に。なるほど、なるほど、はい、大丈夫なんですかね。
まあまあまあどっちでもいいか。何の心配なんですかね。まあ、いやいやいや、あのこんなね、あの要はスラムって治安が、あ、なんかすごいところから出てきた。はい、これがまあ下がアジトになってる感じですね。はあ、なるほど。はい、アバランチってことがそう世間にバレるとまずいので、はい、一応こう下で作戦会議をしてるみたいな。ああ、なるほどですね。はい、まあ、こうスラムにある飲食店っていうところ僕行ったことがないんですけど、もちろん行ったことないんですけど、中ってどうなってんのかなと思って。でなんかこれでも随分なんかこう いい感じの作りですね。広い、なんかこう僕もスラムの飲食店ってあんまり行ったことないんですけど、はい、はい、もっとなんかごちゃごちゃした印象イメージがありますけど、随分こうゆったりとした席の配置ですね。はい、あ、確かに席の配置を言ったりしますね。確かに。そうですね、やっぱりあれ3密を避けてる感じが。そんなご時世なんですかこれ。そんなご時世かもしれないですね。あ、でこれがエレベーターになってんだ、すごいな。そうです、ただ今作だと中に行けないんですよね、下に行けないんですよね。ああそうなんですね。はい、ちょっと残念ですけど、ああこうなんかジュークボックス、はい、ジュークボックスが、ね、はい、あります。すごい。でこれピンボールのゲームがあって、はい、あー、なるほどなるほど。そっか、だからこ基本的にあれなんだ、立食形式なんですかね、こう荒くれ者どもがこう夜はこうワイワイやりながら、立ち飲みをする感じなんですかね。それでこうテーブルの数とか椅子の数が少ないのかもしれないですね、スペースに対して。このスペースがすごく広いですもんね。そうですね、うん、映画撮影向きなんじゃないですかね。あ、ここで結構ストーリー展開もされるんで。あ、なるほどなるほど、はい、やっぱりそういう荒くれ者がそういうメタ的な視点が入った施設なんですね、これじゃあ。建物、そうですね、もともとだからこう、なん建物の中なんだけども広場的な使い方ができる設定になってるということですね、うん、まあ集会場としてはやっぱり、うん、適してるんですね、きっとね。これ結構日本だとあんまりでも見られない感じですよね、この席の配置とか。まあ、いずれにしてもそのスペースの使い方がちょっとな謎め、さっきから言ってるように謎めいてる感じですね、うん、でも、うん、やっぱり、うん、立ち飲みが基本なんだろうな、きっとっていう構造になってるってことですね、うん、はあ、おそらくそうだと思います。テラス席もありますもんね。テラス席があるのもいいですね。まああれですよ、ゲーム散歩的に言うとというか、R不動産さん的に言うと豊かな空間しますね。、うん、ご視聴ありがとうございます。豊かです、はい、豊か、うん、あそこの出っ張りの建築もなかなかいい。これですね、これ、うん、これもいいですね。こういうなんで出っ張らせたのかが気になるですけども。確かに、これどういう理屈なんですか、これなんでなんですか。いや、わかんないです。あと、上を増築したんでしょうね。で、増築するにあたって、まあ、できるだけ前に出しちゃおう。あ、でも鉄骨で組んでるから鉄骨の長さで決めちゃったのかもしれないですね。そこら辺にある鉄骨を持ってきたら長さがちょっと違ったみたいな、そういうことかな。スラム的ですね。スラム、そう、本当にそう、スラム的な表現がありますもんね。本当そこら辺の材料を使って組み上げていくっていうようなことなんでしょうかね。これ用に建てたんじゃなくて、なんかそこら辺にある鉄骨で家建ててみたら、うん、そうですね、その一辺が長かったからこうなっちゃったみたいな、そういう感じだと思います。非常にいいですね、味わい深い。すごいな、うん、これは気づかないですわ、僕では。そういう意図があったのか、うん、いや、意図がないからこうなったっていうふうに言うのが正解ですかね。正しくは作った側からしたら、うん、そうです、そうです、わけも分からず作ったらこうなっちゃったんですね、うん、そうです、そうです。だから建築家というか、そういうなんかこう強い意図を意思を持った人が設計したのではなくて、住民たちが自らの手でありもので作っていくっていうたくましさですね、そういうところが表現されてるんだと思いますけど。あ、なるほど。あ、ここの通りいいなあ。こういうなんかこう狭くて低い通りって魅力的ですよね。おお、これだって本当にあれですよ、海外でこんな通りあったって絶対入れないじゃないですか、怖くて。確かに、確かに。だけどここ入れるんですもんね。入れます、入れます。あ、いい、いいゲーム。よかった。はあ、配線版もむき出しですね。ああ、こうでもそうなんですよ。トレーラーの時点でも気になったんですけど、やっぱ電線に対する愛が素晴らしいですね。おお。電線とか、はい、あの
排水管、まあ、パイプはもちろんそうなんですけども、室外機とか、はい、そういうなんか設備系のものに対する愛がすごいありますよね。素人目に見るとこんなにいらねえんじゃねえのって思っちゃうんですけど、いや僕もいらないと思いますけど、ね、ああよかった、うん、もちろん僕もまあまあ素人ですけど、はい、まあうん、でもやっぱこういうね、こういう細かいところを描いてるっていうのがもう素晴らしいですね。階段ですね、この真上にあるやつ、あ階段だった、階段だったやつがこう切られて邪魔だから切っちゃいみたいな感じで、あ落ちちゃったんですね、こう下に崩落してますね、はい、落ちちゃったんですね。なるほどなるほど、あいい上に上がるところがあって、だからそうですね、こうやってこうなんか新陳代謝が繰り返されていくんですね、この町は、うん、でこうやって、あなんかこの階段なんかに使えるなと思った人が勝手に持ってって他のとこにこう流用していくっていう、そういうなんかこう、なるほど、自己増殖みたいなのが図られていく町なんですかね。はあ、はあははあ。じゃあこの階段もまたどっかのアパートみたいなところの2階部分につながる、あ、そうそうそう、まあ、こういうこういうところに流用されるとかこともあるってことですね。こともあるかもしれない。あるいは全く階段とは思えない使い方を していくかもしれないですね。屋根とかにしちゃうとか。そう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 。そういうなんか DIY の発想が、はいはい、そういう想像力に満ちてる町なのかな。あ最近流行り のキッチンカーみたいな感じですかね、やつだと思うんですけど、うん、まあ、これはもう ほぼもう停車してるんじゃないですかね、うん、もうそうですね、もう管入っちゃってますもんね。そうですね、完全に常設ですねこれね。タイヤこそありますけど、これ運転してないですよね絶対ね。ああ、これ なんちゃってなやつですねこれね、はい、あの装飾としての車ですね。これもあれなんですかね、 DIY の一個一種なんですかね。あかもしれないですね、あの木みたいに車の車両をそのままあの建屋に使ってっていう、流用してっていうことなんでしょうかね。ってことはすごいすごい、ってことは昔は車が通ってたってことですよね。あかもしれないですね。だからやっぱりこうやってこう人の住人の力でこうどんどん更新を重ねていく街っていうことなんですかね。なるほどなるほど、うんうんうん、あいいじゃないですか、それがこの7番街スラムだと、次はですね、はい、この5番街という、5番マコーロの下にあるまた別のスラム街。これ急に緑豊かになりましたね、はい、急にというかこの場所はすごい緑が豊かなんですね。そうです、ここはあのエアリスっていう登場人物のがまあ育った家ですね、ここで。ああ、はい、はい、で彼女は お花売り、はい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 、はい、花売りの女性でして、あそんな感じですね。なるほど、あ滝もある、だから水も豊かなんですねここね。そうですね、ここだけすごい自然は豊かですね、水源地みたいな感じなのかな、うん、あ地下水脈がこう出て染み出してきている場所なんでしょうかね。でまあこうちょっと抜けますと、はい、まあ、さっきみたいな、あこの室外機群もいいですね。そうですね、ここすごい密集してますね。あここいいですね。いやあの僕もあの室外機そのもののメーカーとかはちょっと分かんないんですけども、はい、この室外機のこう密集してる様っていうのはすごく好きで、ほう、結構集めてるって言ったら変だけど、あのあれなんですよ、この前お写真を撮ったりとか、そうそうそう、昨年ですね、あのちょっと個人的にこういう冊子を作ったりしてですね、室外機コレクションっていう、室外機コレクションっていう冊子を作ってですね、こう、はい、あの自分が撮りためたこう、うわ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 、いろんなとこの写真をですね、はあはあ、室外機の写真、うわうわうわですね。で、あの室外機マニアの方でも結構いるんですけど、僕はあの室外機を建物に張り付いてる様が結構好きで、あのどういうふうに見てるかっていうと、この室外機を集めてる人がこの家に住んでるというふうに解釈、勝手に解釈してるんですよ。でそれを室外機コレクターと称して、いや勝手にね、あのでその室外機の展示をしているというふうな、あのでその展示されたものをこう鑑賞してるっていうスタンスで、その室外機コレクションをコレクションしてるんですよ。あその生活の中で、うん、その業者が勝手に取り付けたものではなく、そう中の住人が室外機を集めて、うん、それをみんなに見える形で展示してくれてるという妄想をしてるんですね。そうそうそう、そういう妄想してるんですね。だから ここの今ビルオーナーさんも、はい、あの室外機をこう綺麗に展示しようとしてるわけですよ。でこの真ん中の2階の真ん中のところなんかかなり立体的に組んでますよね。そうです、なんか奥になんかありますね、うん、台みたいなのが。すごいですよね、こういうの立体的にこの室外機をこう
見せてあげようっていう気持ちがすごく伝わってくる。確かにそサービス精神もありますね、これなんか。そうそうそう、ちょっと立体的に組んで。だから作品としてね、こう展示しているっていう風な感じがありますよね。いやこれでもすごいですね、このいやこのコレクターの方が分かってるなと思うのは、はい、コレクターってあのこの、ね、コレクターとしましょう、はい、コレクターの人が分かってるなと思うのはやっぱこう、はい、2段になっていて2発の室外機と1発1発の独立とした室外機をこう分けて展示しているので、はい、あのこのなんか平面構成的なのがいいかなというふうに思いますね、うんうんうん、収まりが綺麗ですね。そうですね、こう、うん、そうですね、はあ、非常に愛が感じられる。これこっちには屋根みたいなのがついててこっちにはついてないっていうのは、うん、ね、それなんでですかね。それを解釈しようと今ずっと思ってたんだけど何にも思いつかなかったあ、これもじゃあ何らかの理由があるわけじゃないんですね、うん、まあまああると思いますよ。多分この屋根付きの方を先につけていて後からこの右側の2発をつけたんでしょうね。ああこれは後付けってことか。後付けだと思います。あなるほど。例えば昔の、ブラウン管が出始めた頃のテレビ、あの家の中のテレビって、はい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 、あの神棚みたいにして扱ってたっていうのをご存知ですか？ああそうなんですね、うん、そうなんです。昔の映画とかあのドラマとか見るとそのテレビがこうなんていうか今の中の主役になっていてすごく大事にされていたんですけども、あ今もあのどんどん薄型のディスプレイになってきてできるだけそのテレビの存在感がないような方向にこう行ってますよね、うんうん、溶け込むように、うんうん、でそういうなんていうのかな、その、まあ、物のありようっていうのはあの特に家電製品のありようっていうのがどん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 こう変わっていくわけですよね、社会的にね、うんうんうん、だ多分その2連のその室外機がつけられた頃は室外エアコンすげえ室外機様もよく頑張ってくださってるっていうので屋根をつけてこう保護するっていう行為が行われてたと思うんですけども、だんだんこう時代が最近になっていくと、うん、室外機、まあ、別にそれは裏側についてるもんだから別にいいじゃん、野ざらしで大丈夫に設計されてんだからっつってこう、うんうん、放置されてるのかなと思います。あこれでも上の方のもう屋根ついてるとこの2連が横向いてるのがたまんなくいいですね。これあんま見かけないですね、この見かけない置き方ですね、はい、すごい立体的に組まれていて、いや本当これはもう作品としてすごい完成度高いこれ芸術点高いですか？芸術点高いです。通常ねその壁面っていう二次元的なものにこうペタペタとグラフィック的に貼り付けるっていうのが行われてるわけですけど、はい、上の2階の置き方は本当に立体を空間を意識してますもんね。ああ見えました。空間的に素晴らしい造形、ちょっと野心的なコレクター。まあ室外機コレクターなんて存在しないんですけどね。僕の妄想なんですけど、ね。いやそれを橋本さんが言い出したらおしまいですよ。これ今まあそうそう、それは言わないようにしないと。はい、うそうだそうそう。いると思って楽しんでたんで今。はい。その手でいかないと。その手でいかないと。はい。ここにもありますね。すごいですね。この立体の組み方一時期流行ったのかもしれないですね。ああなるほどなるほど。うん。この3発やるときにはこうやって段差つけるんだよみたいな、うん、わざわざこれね奥の方で段差つけてますもんね。そうですね、ここになんかありますね、ここね、はい、さっきみたいにこうなんか2段にこうする、うん、ね、こういう上に重ねる感じじゃないですもんね、こういうのでもいいわけですもんね。そうですね、そうですね、うん、わざわざこうそう階段状にして段階段状にして、いやこれ魅力的ですね、ほう、ここでここ屋根をつけて、この家えらいついてますね、すごい、うん、ここにはある。本当だ本当だ本当だ、なんかよっぽどあの冷やさなきゃ、サーバールームとかなんじゃないですか。よっぽどですよ、この家なんかちょっと、うん、何が起こる。よっぽど冷やしてますね。あ、夜間とかもあるし、あ、生活感すごいなここら辺。そうですね、さっきの7番街に比べるとこの5番街のスラムはかなり生活感がありますね。うんうん、あーすごいな、うん、これはたまんないですね。このリアカーももう取っ手の部分がない。あ、こっちか、こっち側にあるのか。あります。けどまあ、なんか普通はどっちかにこう支えが、うん、の板があるはずなんですけどないんで。そうですね。並べたらすぐ落ちちゃいますね。すごいな、いいアイテムが本当にいっぱいありますね。奥にはそっか、水平を出してる出すためにコンクリートブロックを
あの引いてますね。そうですね、ここに、うん、はい。細かいですね、芸が。細かいですね。あれ、コンクリートブロックって今まで出てきてましたっけ？わあ、あんまり見てない気がしますね。トタンばっかり目がいって、うん、ちょっと後であの歩き回ってる間にもしコンクリートブロックが出てきたら、それのスカシブロックとかが出てきたら最高なんですけど。あ、スカシブロックっていうのは、スカシブロック、うん、あのコンクリートブロック の, あのバリエーションでこう、はい、隙間が空いてるやつがあったりするんですけど、あれも結構コレクターズアイテムというか、あの収集、あの写真で収集してる方いますね。ね、裏綺麗ですね。はい、まあ、回路、電子回路みたいな綺麗さですね、このなんとなく。あ、でもそれで言うと、あのさっきちらっと思ったんですけど、はい、このプレートの裏側って、あのスター・ウォーズのなんだっけ、スター・デストロイヤーとか、うん、あの戦艦のああいう表現に非常に似てるというか、うん、近いものを感じますね。やっぱりその、うん、強いものというか絶対権力を持ったものの構造物みたいなのをこう引用してるような、そういう印象はありますね。だから本来その鉄板でバーって並べるだけでもいいんですもんね、うん、本来いいというか、まあそれで成り立つわけがないんですけども、まあそれは置いといたとしていや、だからね、本当にこんななんかね、こうパイプをむき出しにしていく必要性みたいなのってあんまりないわけですもんね。そうですね、うん、やっぱパイプがものすごくこう執着されたアイテムなんですね。何が通ってんだろうな。あの基本的にはもう僕らはもう全部魔鋼でできてると思ってるんで。あ、そういうことなんですね。何もかも魔鋼で補ってる嫌なやつらっていう印象なんで。なるほど、スーなカンパニーは。おそらくその、 あの太さも違うし、あの、まあ、違いますね。魔鋼にも多分いろんなこうあの序列というか、原油を生成したら、はい、一番軽いのはナフサ で、はい、でその次がガソリンでみたいなのがあるじゃないですか。あ、はい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 、そういうふうにこう原油からいろいろなものを取り出して、ナフサからこう、アスファルトまでいろんなものを取り出せるわけですよ、はい、だから魔鋼っていう材料を生成していくことによっていろいろなあの気体のものもあるし液体のものもあるし、もっとドロドロしたゲル状のものもあるしみたいなのが生成されて、それがそれぞれのパイプを通ってるっていう風に解釈していくと、そのいろいろな多様性、あの多様なパイプも説明が、うんうん、説明はできないけど理解ができるというか、まあそうですね、マコーロ内の、はい、パイプも結構太さまちまちなんで、まちまちですもんね、はい、それは確かそうかもしれないですね、うん、でっかい一番でっかいパイプは本当にこう組み上げたばっかりの、まあ、こう原液をこう、うん、あの吸い上げていると、はい、でこう細いパイプになってくるとそれをどん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 生成されたあのものすごい潤滑なあの流動のなんていうかね、まあ、流動性の高い、ものになっていくとか気体になっていくとか、そういうようなことにで捉えときましょうかね、うん、一応そうしたら、はい、あの仮にでも納得 いく気が、うん、気になってきました、うん、自分が、うん、よかったよかった。